ボクール市で1904年7月11日に生まれ、1974年に亡くなったコンテ地方の名家ジャピー一族の出身のフランス航空界のパイオニアである。1938年には国際航空連盟ファイからルイ・ブレリオメダルを受賞した。1935年8月21日、100馬力のルノーエンジンを搭載したコードロン C600。 エーグロンタン容器でパリからオスロまでを往復した。1935年9月1日、同日にパリからオランまでを往復している。1935年9月22日、同日にパリからチュニスまでを往復している。1936年7月31日、コードロンデのシムーンでパリとアルジェを5時間3分で結ぶ。アルジェで58分のストップオーバーをした後、 5時間48分で帰還1936年8月6日、パリとモスクワを途中着陸しながら16時間5分で結んでいる。1936年8月8日、モスクワとパリをノンストップフライト9時間50分で結んでいる。1936年11月15日、フランスと日本を75時間15分で結び、 1, 1万4 0 0 0トル以上の距離を飛行した。1938年1月26日、アンリ・ドゥート・シュドラムルトの1937年賞は、アンドレ・ジャピーの南仏イストル飛行場、ジブチカンの長距離飛行に対して授与された。一度も破られなかった記録、1936年11月15日、コードロンドゥのシュムーンでパリからハノイまで時速1 8 0トルで、 単独飛行した。1935年12月29日午前7時1分、アントワーヌド・サンテグ・ジュッペリは整備士のプレボを伴って、コードロンルノをシムーンデ離陸した。数日前に、パリ最ゴン間を3日15時間で飛行した、アンドレ・ジャピーの記録を破ろうとしていた。12月31日の夜、飛行機はリビアの砂漠に墜落した。 水も食料もない4日間の流浪が始まったが、思いがけない救出があった。この事故を記録した作家の原稿は、テール・デオムの第7章に再構成されて登場するが、サンテグ・ジュペリの遺産相続人とエスパス・セインと、エキゾ・パリー協会からサザビーズに宿り帰宅された。20万から30万ユーロと見積もられた、この58ページの書稿は、2009年6月17日に、 オークションにかけられた。それに先立ち、この現代の英雄に敬意を表して、サザビーズはリビア長距離飛行の歴史をたどる展覧会を無料で公開している。1936年、ジャッピーはパリ東京間のスピード記録の更新を目指した。1万2 0 0 0トル以上の距離を飛行した後、彼のコードロンルのシムーンは嵐に巻き込まれ、 佐賀県のセフリ山に墜落した。道なき道の山中を100人以上の村人たちが救助に駆けつけ、重傷を負った飛行士は消防隊員にも助けられ、何時間もかかって福岡の九州帝国大学病院まで運ばれた。1991年、元教師で児童文学作家のゴ藤千明が5年間の調査を経て、この出来事を本に着し、飛べ、 赤い翼が出版された。また2016年には、高木信子がこのエピソードに着想を得て、小説、オライオン飛行を発表している。レッドランウェイズ・デボクール、100位アニベルセル D、アンドレ・ジャピー、ル17、ジュエ2004ハットトンベイユ・シームティエール、デパッセ、レ21と1935段ル・シエル、エル、アビア・トゥル・ジャピー・ボルデ、 パリアオスロ、ALLER-RETOURAIR-JOURNAL.FR21 e と2014とべ。赤い翼、冒険飛行家ジャピーを救った人々、ジャパニーズポエムラバー、フレンチアビエーター、S、アボーティットバットアンビシャスジャーニーリンクスピープル15000キロメートルアパートインジャパン,ンフランスハット、オライオン飛行。後段社 2021年8月1日閲覧、ありがとうございます。